77銀行と踊り仙台商工会議所会頭などを歴任した。出生地は、現在の登米市だが、実家は、生の由来でもある、宮城県丸森町の山林事務所にあたる。宮城県佐沼高等学校、東北大学時代は、野球部で保守として活躍。同大野球部でバッテリーを組んだ先輩が77、銀行に入校しており、その紹介もあって、 就職を決める。労働組合初期長や委員長を歴任したほか、人事部長に就任するまで14年間にわたり、人事部に在籍。それ以降は、ほとんど営業人筋にキャリアを積んだ。2001年頭取に昇格し、不良再建処理を進め、強固な経営基盤の確立や、人材育成に力を入れた。 2004年から2010年まで、仙台商工会議所会頭を務め、トヨタ自動車グループの宮城進出、アジア太平洋経済協力会議、高級事務レベル会合の仙台市有地などに立ち会った。また東北楽天ゴールデンイーグルスの発足に合わせ、官民組織、楽天イーグルスマイチーム協議会の設立に関わり、初代会長となった。 2021年10月25日死去。死因は心不全。88歳没。ありがとうございます。